こんばんは。今回のお品の方がね公開されたんでちょっと見ていこうかなと思います。まずは 5.5 周年ということで、まあハーフアニバーサリーみたいのがやるらしいですね。でそこではログインボーナスとしてキャラセレクトとあとキャラプレが手に入るらしいですね。これはなかなか熱いですね。でそのラインナップはというと、はい、周年までのキャラらしいですね。なので、まあ、割と直近じゃ直近なのかな。でも結構旬すぎてるキャラもいるので結構吟味して選ばなきゃいけないですね。あとこれからスピード凱旋が来たりするのでスピードタイプを今取っちゃうのはちょっともったいないかなって気はします。今のうちからどんなキャラ持ってないのかなって確認したい人はこっちのランクキャラプレイの方ですね、これを選んでもらって、でここの限定キャラを除いたキャラが一応その 5.5 周年のキャラプレイで手に入るキャラですね。なのでここでチェックしとくってのもいいかもしれないですね。はい、で次は交換所にもキャラプレイがあるっぽいですね。で奥にあるやつがギアプレイですね。なのでキャラプレイ2つでキャラセレクトとギアプレイって感じですね。結構豪華ですね。であとはいつも通りでいつも通りなんですけど、ドリームチャンスガチャの報酬がちょっと上手くなりますよといった感じで、であとはね 5.5 周年記念杯ということで、タイトル戦がやるわけなんですけども、これね両端のギアを見てください。はい、アスララケとハルラケですね。俗に言うレフコスカリスとエピゴンテロスですね。そのアスララケの方は相手の SS の軌道を GS にして返すことができて、で邪神ハルラケの方は相手を改ざん状態にすることができたりとか、あと怪奇ミウエの魅了とかそういうの返すことができたりするので、割とね今でも使えたりはしますね。あとはMVP 牽制に持たせて確定で SS をパワーにさせるとか、いろいろね面白い使い方できるね面白いギア2本なので、これはぜひともねゲットしたいですね。多分これ順位報酬でもらえる形となると思うので、ちょっとぜひとも頑張りましょう。はい、次のシーズン戦のギアの紹介なんですけども、アポロンですね。これポセイドンが出た時に一応紹介はしたんですけど、やっぱり合ってましたね。ポセイドンにつきアポロンってことは快晴を使うギアだと思うんですけども、どんな感じになるかはお楽しみにといった感じで。で、次が 5.5 周年記念アップデートということで、新スロットスキル登場とか、スロットスキル2を情報修正、性能説明がよりわかりやすくということで、アップデートが入るっぽくて、でこの3つ目ですね、特にこの性能説明がより分かりやすくっていうのがどうなるのかなって思ってて、一応ねこの前のアップデートでね、ここのキャラ説明のところがちょっとね変わってて、文字がでかくなってるんですよ。だからちょっと行が増えてね違和感がすごいんですけども、ちょっとねほらこれも文字少ないものに関しても表記が変わってるんですよ。だからもしかしたらこれなのかなちょっと前から気になってはいたんですけど、もしかしたらこの修正のことなのかな。で次は 5.5 周年記念の新キャラということで、テレシアですね。はい、一応ねプレイ動画の方をおさらいで流しますけど、詳しい説明とかに関しては昨日上げた動画をチェックしてください。はい、次は 5.5 周年記念ジェルバックというぐらい、いつものですね。はい、このテレシアのスタンプいいですね。どう見直したって結構使い勝手良さそうなスタンプですね。で次が黒の後継者のチビキャラバージョン交換所に追加ということで何ヶ月ぶりですかこれかなり久々な気がするんですけど、やっとねチビキャラが来ますよと。これ普通に転生キャラにチビキャラ渡すでよかったと思うんですけど、でも転生キャラの頻度が上がっちゃったので、厳しいんでしょうね。ちょっと次のチビキャラ誰になるかちょっと楽しみにしておきましょう。これ今の投票形式だと単純に今使われてるその強キャラしか投票されないので、もうちょっと例えば本家のチャグマみたいな感じでその
何年何月までのキャラがここまでの部門みたいな、その部門分けとかしてくれるとすごいなんかいいんですけどね。昔のキャラこれだと絶対選ばれないので、ちょっとそこら辺見直してほしいなってのはあります。で、次が第5回グランドマスターズについて触れられてましたね。ただ決勝がなかったっていうことに触れただけで、対戦動画とかはなかったので、まあ、もしよければ自分動画上げてるんで見てください。てんてんごめんなさい。で、次がこれですね。ちょっといつも通りなんですけども、クラスアップへの道ということで、まあ、このイラ太郎さんが、まあ、レートに挑戦するといった感じなので、まあ見たい方はどうぞ。結構尺長いんで、見たい方はまあどうぞって感じですね。はい、次がスロットスキル種類トップ10ということで、まあどんなね、スロットスキルが使われてるかっていうのは公開されたんですけど、ラケットの方がまず交代値ということで、まあこれまあ無難ですね。で、次にスマジュとか、まあポイント返し、まああとは増加量とか、あとはまあ特殊展示もありますね。これはあれかな、アナゼのギアで使う感じですかね。で、シューズの方がまあスマムコ、まあギミックムコないキャラは無難ですね。あとは見切り、まあエンブレムと合わせてずっと見切りにするとか、またエリア、無難ですね。で、クイム、まあ、クイム持ってないキャラはやっぱ動き出し早くなるので、これも無難ですね。で、抗体回復はまあセレナとか、あとはまあ最近だと幻想ルチャーとかで使う人もいいんですかね。で、まあ、ドリンク 3% はドリンク 5% エンベルムと合わせて、まあ、月見に持たせたりとか、最近だとユッカのリーダースキルとかもありますよね。で、まあエリアがまあ無難、あとは 50% の確率で 75% 軽減、まあ軽減効果あんまり持ってないとか、あとは削り強いキャラ相手にしたい場合はすごい使えますね。最近で言うとルチャーとかで持たせるといいですね。で、移動速度と。これは後継者とかですかね。なるほどね。まあ、確かによく使うようなスロットスキル入ってますね。はい、こっからの予定としてはこんな感じらしいですね。まあ、テレシアが出て、もうログボとか来て、まあ、タイトル戦予選して、で、新シーズン始まって、まあ、チビキャラ投票があって、で、2月22日にニャンニャンニャンがあったりとか、あとまあ、ドリームチャンスがじゃスロットスキルアップデート。あ、下旬なんですね。で、まあ、タイトル戦決勝が3月にあると。なるほどね。で、次が、リツイートキャンペーンということで、まあ、ツイートキャンペーンなんかリツイートなのか。あ、リツイート数が500達成ごとに55ジャポということで、あ、なるほどね。じゃあ、これはみんなリツイートしましょう。で、次は、白猫ゴルフの宣伝ですね。はい。事前登録受付中ということで、まあ、ぜひともやっときましょう。なんか確かね、事前登録してる人が多ければ多いほど、なんか始まった時になんか、ジュエルみたいな石が、なんか、いっぱいもらえるみたいな感じらしいので、まあ、登録はしときましょう。まあ、やる人はですけどね。自分はまあ一応手はつけようかなとは思いますけど、ちょっとルーシェが来るかどうかですかね。あー、完全に抜け落ちてました。ここの交換所のこの期間限定、この宝船のルーンと、あとこのタワーのルーン、ここら辺ね、交換忘れないようにしてください。あとはテニソールのこれのゴールド交換も一応期限が迫ってます。あとはこの情熱のルーンですね。これも一応期限が近づいてたりします。このコロッセオメダル交換するとギアスタ結構もらえるので、意外とうまかったりします。はい、ということでこんな感じでしたと。それではここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。